女ゴルフの渋野日向子にとって、今週の米ツアー、クローガークイーンシティ選手権、7から10日、オハイオ州シンシナティのケンウッド CC は大一番だ。というのも同試合終了時のポイントランキングで、TOTO ジャパンクラシック、11月2から5日、茨城、太平洋シーミノリシーを含め、中国、韓国、マレーシアで行われるアジアシリーズ4試合の米ツアーメンバー枠の優先出場順位が決まるから。特に TOTO は上位43位と狭き門となっている。現在72位の渋野日向子は、できるだけ上位フィニッシュでポイントランクを上げておきたいところ。今大会で43位以内にジャンプアップする目安は、単独3位以上。それが叶わなくても、ツアー最終戦、CME ツアー選手権、11月16日開幕、出場圏内となる60位以内に入れば、可能性は広がる。そのためには単独6位以上が必要だ。好調とは言えないまでも、2戦連続で4日間プレーしているが、昨季の今大会は予選落ち。勝負の一戦で意地を見せられるか注目が集まる。渋野日向子は開幕に向けたワウワウのインタビューで、しっかり4日間戦って、位置も位置なので上で戦えるように頑張りたいと思います、とコメントした。初日は、日本時間8日午前2時58分に、同じ黄金世代の盟友、勝みなみ、明治安田生命、ラト同組で1番からスタートする。すごくいいコース、意気込み語るクローガークイーンシティ選手権日本制直前インタビュー。米オハイオ州のケンウッド CC でクローガークイーンシティ選手権が9月7日開幕する。日本からは畑岡奈紗選手、笹生優花選手、渋野日向子選手、勝みなみ選手、西村優菜選手、野村春京選手が出場し、ワウワウで連日生中継、配信される。開幕前に畑岡選手らが意気込みを語った。畑岡奈紗選手、このコースは1年ぶりですが改めて印象はどうですか？今年の方がコンディションも良くて、すごくいいコースだなと思います。長いホールと短いホールがはっきり分かれている印象ですが、どのあたりがポイントになりそうですか？ティーショットで3ウッドを使うところが多いので、フェアウェイキープをしてチャンスメイクができればなと思います。17番と18番はすごくアゲインストの長いホールなので、そこでもまずはフェアウェイキープができるように頑張れればなと思います。今週に入って調子や手応えはいかがですか？調子は先週からずっとそんなに悪くはないので、パッティングだけですかね？連戦も一区切りとなりますが、今週に向けて意気込みをお願いします。ちゃんと4日間集中して、プレーできるように頑張ります。笹生優花選手、1年ぶりにオハイオに帰ってきましたが、いかがですか？変わってないですね。昨年のコースはかなり濡れていた感じですが、変化はありますか？週末は結構乾いていたように思います。今週はどのあたりをキーポイントにしてプレーしたいですか？アゲインストが難しいですし、グリーンも大きいし硬いし風が強いので全部攻めてみます。初日を終えてドライバーが良かったですって言いたいです。渋野日向子選手に1年ぶりに帰ってきましたが、コースはどうでしょうか？グリーンが思ったよりちょっと硬い。去年は結構雨が降ってフェアウェイとか柔らかかったけど、今年は結構硬いなっていう印象があります。このコースはどのあたりがキーポイントになってきそうですか？パー5も長いし、パー4もやっぱりラフに入れたら難しい。グリーンも傾斜が強くてめちゃくちゃ戻ってくるところもあればすごい転がっちゃうところもあるので、なるべく縦距離を合わせることを心がけたいなと思います。今週に向けて意気込みをお願いします。しっかり4日間戦って、位置も位置なので上で戦えるように頑張りたいと思います。西村優菜選手、7連戦目となりますがコンディションはどうでしょうか？疲れています、笑い。そのせいでちょっと飛距離が落ちている部分とかもあったりして、そこはちょっと難しいしやっぱり長いホールはしんどくなってくるんですけど、しょうがないと思いながらやってます。どのあたりが上位に行くためのキーになってきそうですか？パー5がすごく短いっていう感じではないので、短いホールがあるパー4でしっかりパーティーを取っていかないといけないなと思うので、そこでいい流れをつかめるように頑張りたいです。今週に向けて意気込みをお願いします。
とにかく帰国前の最後の試合になるのでしっかり楽しんで頑張りたいですし、4日間プレーできるように頑張りたいです。勝南選手、連戦が続いていますけど足首の方はどうですか？だいぶ良くなってもうほぼ完治というか、まだ若干痛いっちゃ痛いですけど、もう大丈夫な感じでプレーに影響はなさそうですね。で、意識をしている部分などはありますか？とりあえず自分の打ちたいところに打つだけと思って打ってます。先週はカップに嫌われるというか結構蹴られることが多くて、なかなか短いバーディパットも入らなかったので、今週は入れられるように頑張りたいと思います。今週のコースはどんな印象でしょうか？先週がすごく柔らかかったので今週は結構グリーンも週末につれて硬くなりそうですし、フェアウェイとかも結構バウンスしてバンカーとかにも入っていきそうなので、気をつけながらやっていきたいと思います。今週に向けて意気込みをお願いします。ここ2戦は予選落ちてしまっているので、まずは予選を通過して。今のショットの調子だったら本当に上位を狙えると思うので上位を狙って頑張りたいと思います。クローガークイーンシティ選手権はワウワウプライムで生中継される。日本時間で第1日、8日と第2日、9日は午前5時から、第3日、10日と最終日、11日は午前3時から放送。また、日本勢に密着する日本人選手専用カメラの映像をワウワウオンデマンドでライブ配信する。